懐かしい。僕フォルテ。おはようございます、長フォルテです。シャキーン。本日はドッキリ企画。今私がいる場所は、じゃん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 。オモ星のリゾートというわけでね、大阪に来ております。実はこちらのスタッフさんから今回この施設にご招待いただきました。というわけで、せっかくだったらスタッフさんに向けたドッキリをしようとなったんです。今回ご指導いただく上司のスタッフさんには、私は職業体験系 YouTuber として星野リゾートのいわゆる施設をまあこうやってね教えていただきます。で、接客方法とかもご指導してもらうのですが、実は今期間限定でストリートピアノが設置されております。そのストリートピアノをいわゆる新人スタッフが突然上司の前で弾いたらどうなるのってことでやっていきたいなと思いますよ。というわけでレッツ職業体験。はい、というわけで、早速やってきました。私は職業体験系 YouTuber のフォルテです。それでは今回私のご指導をいただけます上司を呼びたいと思います。上司、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。モーセブン大阪バイ星野リゾートの中野と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回職業体験 YouTuber としてご参加させていただきますフォルテです。今日はどうぞよろしくお願いします。フォルテさん、よろしくお願いします。ちなみになんですけども、はい、上司ということで年齢をお聞きしてもよろしいですか。私は今年で26歳になりました。僕も同級生じゃないですか。あ、上司。同期生。同級生です、上司。初めてのホテルスタッフということで、私全く経験ないので、はい、いわゆる挨拶だったりとか、はい、あとはこの施設を、一緒に紹介してもらえたらなと思います。はい、かしこまりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、まずは基本の挨拶から。基本の挨拶ですね。はい、お客様がいらっしゃった時の挨拶ですね。はい、手を組んでいきます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。じゃあ、出発の時のはいバイトをいきましょう。いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。あ、ちょっと笑顔がちょっと硬いかもしれないですね。はい、もうちょっとにっこり笑顔でお願いします。いってらっしゃいませ。あ、いい感じですね。ではまずこちらはどういった施設なんですかね。こちらオモセブン大阪の、オモベースという場所にでございます。はい、こちらはライブラリースペース、大阪にちなんだ本などこれは何でしょうか。こちらは当ホテルのショップでございます。お土産や、オリジナルグッズを購入できる場所でございますね。いいですね。いらっしゃいませ。いい感じ。おお、大きいですね。そうなんです。こちらが当ホテル の, あのロビーにある自慢の、ドデカ大阪ボードでございます。おっと、上司。はい、これはピアノですか。そうです、ピアノです。あの、旅するラブピアノというイベントを、はいはい、オモセブン大阪では10月いっぱい開催しておりまして。10月いっぱい。そうなんです、期間限定のイベントで、あの、日本各地にある星野リゾートをこのラブピアノが旅をするというイベントでございます。なるほど。ちなみに上司はピアノは弾けますか。私は全く弾けないです。あ、はい、僕も全く弾けません。あ、そうなんですか。はい、一緒ですね。さすが同級生。同級生、お願いします。これは大きな芝生ですね。そうなんです。こちらは当ホテルの目の前に広がるミヤグリンというガーデンエリアです。ご覧の通りすごい広大な芝生があって、ね、そうなんですよ。大阪の大都会の中でもこう芝生の上でこうおくつろぎいただけるようにと思います。では上司、いろんな施設を見たんですけども、まあ僕ピアノ弾けないとは言ったんですけど。あ、そうでしたよね。はい、幼少期の時少しだけピアノをガチ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 とかじってたんですよ。あ、かじってたんですか。そうなんですね。ちょっと弾いてみてもいいですか。あ、全然大丈夫ですよ。うわ、懐かしい、20年ぶりかな。いや、僕まだ6歳、26歳、あ、3歳からちょっとピアノやっててですね。すごいですね。はい、でもちょっと3年間でやめちゃったんですよ。6歳まで。はい。もうすごいですね。なるほど。
懐かしい。YouTuber と言ったんですけども、はい、そうですよね、はい、ピアニストなんですよ。ピアニストどうだったんですか。実はですね、私、上司、はい、同級生でちょっとお伝えするの申し訳ないですけども、ね、実は僕、フォルテという名前で活動してる、はい、知らないですよね。ちょっと調べてもらいます。あ、ちょっと今お願いします、はい、ちょっと突然引いて上司の前でこんな感じの空気になっちゃいました。フォルテさん、あ、そうですよ、ピアニストで出てきました。ありがとうございます。どうだったんですか。そうなんです。今日はというわけでちょっとあの上司をね、まあ、びっくりさせたいということで突然聞かせてもらったらちょっとびっくり、いやちょっとびっくりしすぎて動けなかったんですけど、はい、すごいですね。そうなんですよ、実はこういう感じでちょっとやらせてもらって期間限定っていうことだったので、はい、ちょっとスタッフさんからせっかくだったら上司の方にドッキリをしたいということだったので、あ、そういうことだったんで、はい、ありがとうございます。というわけで、ドッキリ大成功。まあ、びっくりしましたね、上司。いや、びっくりしすぎて、ちょっと動けなかった。というわけで、また、引き続き、どうもよろしくお願いいたします。こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。いや、素敵な星野リゾートさんにね、ご協力いただきまして、ドッキリ大成功というわけで、ありがとうございました。というわけで、皆さん、バイバイ。旅するラブピアノステッカーということでね、初めてかもね、あんまストピー弾いても、書いて帰ることはないんですけども。フォルテ登場。豆かな、場所かな、僕のサインを OK。 見てくれてありがとうね、よければグッドも押してって、なんならチャンネル登録してね、ゴリマッチョ、ソゾマッチョ、マッチョマスマスボーイ、マッチョ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 。